はい。えっと、マコネです。今日も、えっと、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指す、LGBTQ の Q クイアのマコネと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日はね、えっと、4日目ということで、えっと、どんなお話になっていくかっていうのは、まあまあね、今日はね、そんな長くならない予定なんだけど、やってみなきゃわかんないからね、さあ、楽しんでやっていきましょう。では、最初の 今日の問題はですね、平安時代も現代のモデルのような体型が一番美人だったかっていう問題なんですけども、<laughs> これね、私ね、昨日からちょっと気になってたんだけど、一応ね、見たのテキストが、えっと、何年発売か、まし、あ、ょっていうと、2009年の5月28日が初版で、えっと と、私が持っているのが2018年9月29番とか言うから、9、9ってことは11、13、えー、っと、14、5年前だよ。<laughs> 14、5年前のテキ,テキストだから許してあげてっていう風に思いたい時もあるの。<laughs> なぜかというとっていう話はまあまた後でやっていこうと思います。さあ、えー、っと、 平成時代も現代のモデルのような体型が一番美人だったか、皆さんどう思いましたか丸かバスか,丸か確認していきましょう。もちろん今日もあのテキストに沿ってやっていくので、そう、まあ、15年ぐらい前のテキストなんで、あれと思うところがあったら、まあ、時代が進んだと思ってください。では、行きましょう。今日のね、メインのテーマ。 ま、本来のね、そう、本来のテキストのテーマは、ダイエットの概念の歴史ということなんですが、まあまあまあね、うんと <laughs>、概念の歴史ね、どんな話になっていきましょうか。やっていきましょう。さあ、早速、じゃあ、えっと、まあまあ、直、直だね、ダイエットの歴史の概念。テキストにはね、 ここに書いてあるように、えっと、日本の平安時代の文学には、ふくよかな顔ぶれ、顔が下ぶくれの女性が美人だと考えられていることがわかる記述が見られる。って書いてあるの。このさ、ふくよかで顔が下ぶくれって <laughs>。まあね、あの、おふく、んおふく人形 だっけ人魚じゃなくて、おふく話術だ。ふく話術の、あの、えっと、顔を思い浮かべればいいのかな <laughs> そう。まあ、あれが、あの、うんと、氷嘆型のお顔で、まあまあ、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 下膨れってことだから、まあ、ねえ、言いづらいけど、私みたいな顔だよ。<laughs> 私多分ね、ふくよやかで顔が下膨れの、 顔だと思うんだ。これ下膨れになってるけど、下膨れが正しいね。<laughs> そう。まあ、ふくよかで顔が下膨れの女性って思ったら、私の、私をイメージして <laughs>。そう。だってこれ読みながら、あ、これ私だと思ったもん。<laughs> じゃあ、当時の、当時っていうか、あの、日本の昔は、まあ、どんな女性がね、 女性に対して、あの、美的感覚を持ってたかっていうのをちょっと見ていきましょう。まあね、この辺もさ、まあね、<laughs> 言っちゃおうかな。言っちゃってもいいかな。<laughs> あのさ、あの、この15年ぐらいで、まあいろんな研究が進みまして、で、あの、果たして本当にふくよかで顔ぶくれの女性が、 当時から人気だったかっていうとまあそうでもないらしいのねそううんあの確かにねあのそういうさ写真とかも写真なくて絵とかもいっぱい残ってるらしいんだけどもだってさあのー 江戸時代のさ、浮世絵とかの女の子でさ、女の子の絵とかで、ふくよかで顔が下袋れのね、女の子なんていないよみんな、超美人画よ。<laughs> そう。そしね、あの、写真学校の学生の時に浮世絵の研究したことがあって、まあ浮世絵のね、まあ私が研究したのは主に春画だけどね、まあ春画ってなんだかわかんなかったら、 わかんないでいいよ <laughs>。春の絵、がって書いてあるから、あの、ま、皆さん、あの、興味があったら検索してみてください。私の口からは言えません。もう私のイメージが、イメージなんかないけど <laughs>。で、テキストにはね、あの、ここに書いてある通りにね、うん、とこんなこと書いてあるのよ。 そう。平安時代に限らず、日本は近代まで骨盤がしっかりとしていて、ふくよかな女性が理想的な嫁のスタイルとされていました。女性はよく働き、たくさんの子供を産んで育てるのが理想という美的観点からのものかと思われますって書いてあるの。どう <laughs> どうどうあの、それってさ、あの、あの、 お姑さんの感覚よね、きっと。<laughs> 旦那さんとかお姑さんの感覚で、女性自身の美的感覚じゃないよね。このダイエットの概念ってさ、そもそも自分のことだから、あの、自分の美的観点はどこなのっていうふうな話であったんじゃないのなんて思ったんだけど、まあね、あの、最初の 問題を見ると、平安時代も現代のモデルのような体系が一番美人だったっていうから、まあ、周りから見てってことなんだろうね。そう。私はね、これを読みながら、え、まわ、あ、え、え、それってなんかおかしいかなと思ったけど、まあ、よく見てみると、周りから見て、えっと、女性の美的観点っていうのは、まあ、確かにね、女性はよく働きたくさんの子供を産んで育てる、理想的な良い夢のスタイルはこんなもんだっていうふうなのが、まあ、当時のね、考え方だった。 それはね、昔から言われてる。うん、言われてる。あの田舎のおじいちゃんおばあちゃんとかね、まあ、私にとってのおじいちゃんおばあちゃんはまあそんなに古い人たちじゃないけど、ひいおじいちゃんおばあちゃんの話とか聞くと、やっぱこういうふうに言う人あの、私のちっちゃい頃はまだいたよ。うん、確かにいたお。で、じゃあヨーロッパはどうかというと、 ちょっとね編集の都合であの間が空いてたけどね <laughs> そうヨーロッパはどうかっていうとこのさ出てるあのお尻が大きいもう,もういかにもグラマーなお姉さんの像って <ど> <laughs> これね、私の住んでる新潟県長岡市にある新潟県立美術博物館の入り口のところにデーンと置いてあるあのモニュメントなの。そう。え何かな鉄でできてた気がするんだけど、そう、あの、いつ行っても、あの、おっぱいのところと、あの、 男の子が右にいるんだけど、男の子のおちんちんところだけは光ってるのよね。<laughs> 誰か絶対この、この像を触る人がいるんだろうなっていつも思って、思わず微笑んじゃってるんだけども、このね、ヨーロッパはどうかっていうとね、こんなこと書いてある。うん。あの、同じように西洋でもヨーロッパのルネサンス時代、14世紀か16世紀頃の、えっと、春画じゃ、春画じゃねえな。<laughs> そう、裸風、 そう、裸、え、裸婦でいいのかなまあ、要は、裸の女性の絵を見ると、現代社会では、現代社会では、さんもすれば、肥満の域に入る女性が美人として描かれていますって書いてあるの。まあ、要するに、あの、ヨーロッパでも、あの、肥満、今だったら肥満って言われてもおかしくないような体験の女性が、 持ててたらしいよって、絵にいっぱい書いてあるから、ルネサンス時代はっていうふうに書いてあるんだけど、書いて、まあ、書いたんだよ。で、私はさ、この画像じゃなくて、あの、その、グラマーなね、ルネサンス時代の女性の、うんと、絵を探した。まあ、あると思って、そんなさ、うんと、テキストに書いてあるぐらいだから、探した。一生懸命、30秒ぐらい。でもね、なかったの。 <laughs> 確かにね。あのー、まあ、美術館とかで見る絵の中には、まあ、グラマーな、あの、女性のルネサスキのさ、絵とかあるよ、あるけど、あの、今時さ、ゲグーグル検索してパッて見っからないってことはさ、言うほどそんなでもなかったんじゃないのって思う。たださ、現代の女性の体型と比べたら、あの、ちょっとグラマーっちゃうグラマーだけどさ、まあ、 言い方ずるいけど、あの、あの、うんと、あの、みんなさ、あの、脱ぐとさ、まあ割合とこういう体型だよねって <laughs> 思って私は、あの、うんと、いや今も昔もそんな変わらないんじゃねっていうふうに思いながら見てた。うん。まあ、あの、四角ファッションのね、洋服の四角効果って偉大よね。<laughs> <laughs> そう。本当、脱いで、本当、あの、モデルさんみたい、モデルさんというか、まあ、あの、絵で描いたようなモデル体験の人って、まあ、まあ、あの、私の経験の中では、さほど多くないと思ってる。<laughs> そう。だからさ、まあ、これもね、本当にこの通りなのかなって思わないでもないんだ。 そうで次にね、ダイエットっていう概念がいつ誕生したかってお話になるんだけど、うんとまあ、ダ,イダイエットの概念、要はまあね、健康ダ,イエットのダイエットの概念は健康,で体重を減ら健康的で体重を減らすってことがまあ概念なわけよそう。じゃあ、その考え方がいつできたかっていうと、実はこれもね、ルネサンス期。 にできたっていう文献が残ってるんだって。そう。それもお医者さんが。そう。まあね、当時のさ、医学はどういうものだったかって私実はね、あの、古い医学ってよくわからないわけ。まあ今の医学もよくわかんないけどさ。そう。じゃあ、ルネサンス期はどういうふうな医療があったかっていうのはよくわからない。ね。わかんないけど、えっと、まあ、 お医者さんの方から、まあ、健康のために体重を減らしなさい、太りすぎちゃダメよっていうふうな概念が、まあ、ルネサンスの域にできたっていうのはさ、まあ、あの、そんなにおかしくないとか、まあ、まあ、あそうなんだっていうことよね。と <laughs> う。んで、えー、っと、じゃあさ、現代の、あの、私たち日本人の感じる、あの、美的ダイエット。 美的ダイエットとしてのね、えっと、まあ、考え方がいつ頃からできてきたかというと、まあ、これはね、ずっと後になって、えっと、19世紀の終わりから、えっと、20世紀の、えっと、初めくらいって言われてる。これはね、これは私はね、知ってた。そう、知ってた。まあ、なぜかというとね、あの、写真の勉強の中でね、やっぱファッションの勉強とか、それわけ、 そう。その中で、やっぱりさ、広告と写真とファッションって、あの、切り離せないさ、存在だから、うん、あの、勉強した中に出てきたんだけど、どういうことかというと、あの、18 19世紀ぐらいになると、あの、印刷技術がね、安くなって、安くね、大量生産できるようになって、あの、女性誌とか、いろんな雑誌ができるようになってきたの。で、その、じょだあの、その、 女性誌の特集の中に、えー、っと、美しくなるための、の、えー、っと、体重コントロールみたいなね、そういう企画があって、そこからダイエットっていうものが出てきたんだっていうふうに、私は、あの、勉強したときはそう教わったの。ただね、今の私が思うに、ダイエットってそもそも,そも,そもさ、あの、食事制限とか、食事の改善なわけじゃん。ね、日本以外では。ってなると、これね、あの、 えっと、女性誌で美しくなるためには、食事とか、えっと、食事の改善とか、食事の、食事の取り方とか、そういうことを勉強しなきゃいけませんよっていうものが、まあ、この頃に、あの、確立して、あのそれ以降ね、あの、女性誌のさ、女性誌はね、しょっちゅうダイエットっていう話題使ってくるから、まあ、それがムーブメントになっていったんだろうなと思うの。まあね、そこがね、 多分ね、女性誌が日本のダイエットっていう、あの、ものを、まあ、体重を落とすイコール美的なものみたいな風に作っていったんじゃないかなって思ってるな、私は。うん。まあ、実はね、今日のテキストはここまでなの。そう。まあ、振り返ると、あの、まあ、ぶっちゃけ内容薄いよね。<laughs> まあね、100何回もあるうちはね、こういうのがまあ2、3回があっても、 おかしくない。まあ、許して。じゃあ、と、最初の問題に戻るんだけど、平安時代のげ平、平安時代も現代のモデルような体型が一番未純だったっていうのは、るかバスかっていうと、るよね。そう。うん。あ、るじゃない、バスよね。<laughs> だって、福かで顔がふ、顔が下膨れの女性がモテたんだ。あの、良かったってんだもん。そう。でなれば、バスよ。そう。 まあ、あの、私が平安時代に、あの、転生できたら、モテるかもしれないってことよ。<laughs> まあね、これはね、でも、うんと、諸説あるにしろ、あの、発展途上国とか、あの、今でもね、発展途上国とかね、うんと、第三社会とか、あの、まああの、そういうところではね、やっぱ太ってる方が、あの、美しいとか綺麗っていうふうに捉える国も、 ああるるの、の、いいっぱい言葉だあるの、そう、でね、私はさあのネパールで NGO 活動をしていた頃があるんだけどネパールはね、うん、と太ってる人は金持ちだっていうイメージなんだわだから私はさ行った時からやっぱりあの太ってたからあのすごい大金持ちだと思われた。 全然お金持ってなかったけどね。なんだったら、あの、ネパールで働くネパール人の、あの、お給料よりも私の好きないお給料だったからさ。<laughs> そうそうそう。だから、スタッフの、あの、あの、ネパールのスタッフの子たちにお酒おごってもらったりしてたからね。<laughs> そう。だから、全然貧乏だった。じゃあ、まあ、今日はこれで、えっと、終わりなんだけど、明日の、明日のね、まあ、ね、コーネーのアウトプットは、 こんなお題ですお釈迦様は絶食修行で悟りを開いたマルかバスカ。<laughs> ねえ、なんでお釈迦様は出てきたんだろうって思わないそう、私もねこの、このテキストの資料はもうできてるんだけどあの、次回の資料はもうできてるんだけど、資料を作りながら、え、なんでお釈迦様って、本当本当ね。 あの、疑問符や、たっぷり出てきたんだけど、まあ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 、最後まで読んでいくと、えっと、まあまあ、なるほどね、と、ダイエットにしっかり結びつくので、明日は、お釈迦様の話になります。<laughs> 明日もね、まあ、ぶっちゃけね、内容がきつくて、まあ、よう喋って10分だな。<laughs> そんなわけで、明日もね、ちょっと短めになると思うんだけど、楽しみにお待ちしててください。 で、もちろん明日もね、えっ、ー、と、発信は、まあ、毎あの、19時にします。なので、毎日19日、10時10あれ <laughs> 毎日19時、えー、は、えっ、ー、と、私のね、アウトプットのアウト、私と一緒に、アウトプットじゃなくて、私と一緒にダイエットの勉強を楽しくやっていきましょう。そんなわけで、今日のアウトプットはこれで終わり。また明日。バイバイ。